皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回はミツバチさんをゲストにお迎えしたエルサルバドルでのお話の最終回です。それではパーソナリティのラリーさん、お願いします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りします。皆様こんにちは、本日はミツバチさん最終日になってしまいました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。前回はですね、活動していらしたそのエルサルバドルでの、まあ、日本語教育について伺ってきたんですけれども、帰っていらしてから現在のお仕事を伺ってもいいですか？はい、帰ってきてから、一度ベトナムで1年ぐらい教えてたんですけれども、また、日本語学校で、日本語をつけて教えています。続けて教えています。ベトナムはやっぱりこのあれですか、語学学校とかそういうところでしょうか？そうですね、ベトナムの語学学校で、はい、教えていました。どうでしょう、そのじゃあベトナムいらして、エルサル行ってベトナムいらして、今日本でこう教えていらして、はい、それぞれこういろんな特徴があると思うんですけど、なんかこう感じられることとか、はい、学生の特徴とか何かあったら教えていただけますか？はい、そうなん、あのエルサルバトルにいた時にすごく、あの何でしょう、まあ、日本のことをすごく紹介はしてたんですけれども、その日本の紹介をした時にすごく感じたのが、その日本を、まあ、じゃああなたの国はどうですか、エルサルバドルはどうですかっていうのをこう聞いた時に、エルサルバドルってやっぱり内戦が1992年まで続いた国で、その治安も良くない、内戦もすごくこう国内で同じ自国民同士が殺し合って、で、まあ、文化も、まあ、あの先住民をやっぱり虐殺したっていう歴史があったので、文化もあまりない、で、物価も本当にちっちゃい国で、物価、あ、まあ、目立った産業もなくって、アメリカからの本当に出稼ぎに行った人たちがこうお仕送りをするっていうのがメインの国だったんで、みんなこうあんまり愛国心みたいなのがあんまり感じられなくって、でそういうその国の話をしてもらうこと時に、そこまであんまり盛り上がらなかったイメージがあったんですね。で、日本のことを話しては、日本はいいな、日本はいいな、日本に行きたい、日本に行きたいってすごくこうなった時に、そのなんかこう違うなっていうか、なんかそんな日本のことをどんどん好きになってもらうのはいいけど、じゃあ自分の国のことももっと好きになってもらいたいな、自分の国のいいところをもっと知ってほしいなっていうのもすごく出てきて、で本当なんかそこが自分が実践できなかったところがちょっと反省点でもあって、きっと本当は私を通していろんな私の視点からそのエルサルバドルのいいところとか面白いところとかもっと見つけてもらうことが本当はできたんだろうなっていうのがすごく反省点としてあったので、ベトナムに行った時にすごいもうベトナムのことをすごい紹介してもらうっていうのを、日本のことを紹介するというよりはベトナムのことを紹介してもらおうっていうのをすごくメインでやっていて、うん、あの日本人が来たらじゃあベトナムの料理を紹介しようとか、ベトナムのいいとかの有名な場所を紹介してとか、あの遊びを紹介してっていう、そういう本当に自分たちの国のことをこう相手に紹介できるようにしてもらうっていうことをすごくなんか力入れてやっていて、はい、で、まあ、ベトナム人はすごく愛国心が、うん、あの強い人たちが多かったので、でね、はいはい、なのでそういうところでちょっと違いがあって、まあ、そこがまあ私がエルサルバドルにいた時にもっとなんか やればよかったなって思う反省点のところではありましたかね。今こう日本に来ている、はい、まあ、外国から来てる方たちを教えてらして、その辺はどうでしょう？
で逆にその今多国籍なんですけど、うん、私もそうだったんですけど、海外に出ることで自分の国の良さ、自分の国が懐かしい、自分の国のいいところっていうのがすごい見えてくるのかなって思って、みんなもう逆に日本に全く興味を示してない子の方が多くて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからみんな本当に休み時間とかも自分の国の SNS を必死で見る。で自分で多分うち帰ってからも多分自分の国の言葉でビデオドラマ見たりとかいろんなものを見てるんだろうなって。だから全然なかなか実は日本語が上達しないというか、逆に自分の国のことの良さとか自分の国が懐かしくなって、なかなか勉強に身が入らない学生が多かったりとかするので、本当にもういかに日本のいいところを教えるか日本が面白いということを教えるかみたいなのが、日本に興味を持ってもらうかっていうのが今すごい大変というか。そうですね。はい、どうでしょう、はい、そのエルサルでなさったイベントで何かこの学生を集めるのにいろいろなさってたって伺ったんですけど、はい、そういうのはどこかにこう生きてますか。ですね、コロナ禍でオンライン授業がすごくこう増えた時に、うん、本当になんかじゃあちょっとオンラインで文化紹介やってみようよみたいなのとかもあって、うん、あ、じゃあちょっとオンラインで盆踊り大会やってみようかって。へえ。ラインでロシアの学生たちとロシアの国の人たちに対して、うん、盆踊り大会のイベントをやったり文化紹介のイベントをやったりって、こうオンラインだと授業中にやらなくてもいいので、どうしても日本語学校だと文化紹介の時間ってやっぱりその授業を割いてはなかなかできない状況なんですけど、オンラインがあるおかげでそういうその文化紹介をする機会が増えて、でそういう文化紹介授業なんかをすごいオンラインでやってました。あ、そういうところに生きてるってことですよね。はい、ありがとうございます。はい、なんかだんだん時間もなくなってきてしまったので、ちょっとまず大事なお話を伺わなければいけないんですが、はい、1回目に、三橋さんを一言で言うとと、伺ったとき、日本大好き人間でしたっけ。はい、はい、そうですね。そういうふうに伺ったと思うんですけど、これについては、はい、ちょっとご説明いただけますか。そうですね、先ほどもちょっとお話ししたように、本当にその学生たちにいかに日本のことを興味持ってもらうかっていうのが本当に大事なので、今一生懸命私が、日本のことを理解して、うん、日本のことを好きにならないと、ダメだなっていうのもあって、一生懸命は勉強して大好きに、大好きなんですけど、より大好きになって学生たちにもっと日本のことを伝えよう、理解してもらって日本語の勉強にもっと興味を持ってもらおうって思ってるのもありますし、あとその海外に行かせて、いろいろ行かせてもらったおかげで本当に日本の良さだったり日本の素晴らしさっていうのに気づくことができたんで、本当に今日本大好きだなって思ってます。わかりました、ありがとうございます。なんかそういうの、その勉強する人にもっとこう日本語を好きになってもらおうとするために、何か工夫してらっしゃることとかありますか。そうですね、本当にもういろんなことを、やってますけど、今日は何の日とかもありますけど、授業始まるときに今日は何の日か知ってるって言って、語呂合わせで日本っていろいろ何の日とか作ったりしますよね。いい夫婦の日とか、そういう紹介をしたり、もう読解の授業をやるのもその読解の問題をするだけじゃなくて、そこから話を広げてその問題についてビデオを見たりとか、本当にそのいろんな日本のことについて深く知ってもらおうっていうのを常に心がけるようにしています。わかりました、ありがとうございます。どうでしょう、将来に向けて何か夢をお持ちだったら伺いたいんですか。はい、ですね、正直もう本当に日々目の前にあることをこなすだけで必死で、夢あんまし大きい夢ってないんですけど、またチャンスがあったら本当に海外で日本語を教える
ことができたらいいのかなと思っています。でまた、はい、できれば違う国行ったことがない、はい、エルサルバドルじゃないところっていうことですね。エルサルバドルもすごい、いや本当に好きで帰りたいんですけど、うん、あのでもやっぱり違う視点がまた生まれるのかなと思うので、うん、そうですね、はい、なので違う国からまた違う視点で日本とか日本語を見れたらいいかなと思ってます。うん、ありがとうございました。貴重なお話、はい、本当にありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。はい、エルサルバドルという国が非常にこう身近に感じられたのと同時にですね、教師というのは一体どんな仕事なんだろうと私は改めて、考えてしまいました。まあ、教師というのは教えると書くんですけど、教えるだけじゃなくて本当に教師の仕事役割というのはいろいろあるんだなというのを改めて感じた次第です。本当に、三橋さん3回にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、ミツバチさん、ありがとうございました。全3回を通してエルサルバドルに親近感が湧いて行ってみたくなったなっていう方もいるのではないでしょうか。またラリーさんも話していましたが、日本語教師の役割というのも教師というある意味プレイヤーとしてだけでなく、時にはイベントを立ち上げるプロデューサーだったり、教師会を運営するマネージャーになったりといろいろな役割があるんだなということを改めて学びました。概要欄には三橋さんからいただいたエルサルバドルに関する参考リンクも貼っておきましたので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。